焦れば命を落とす。さあ、やるぞ。俺たちの役割を果たさねえとだ。邪魔だ。無駄。苦戦してやがるのか。まとめて相手して。みたいだ。リヴァイ、ごめんよ。てめえ、どうせまた生け捕りを狙ってやがったんだ。これで。まとめて相手して。あの縁談、助けなきゃ。邪魔だ。邪魔だ。やっぱりだ。まとめて相手して、おとなしくしてよ。汚ねえな。おとなしくしてよ。行く。最悪を想定した非常な決断だ。ありがとうございます。仲間を見殺しになんてできないから。あっちに強い巨人がいるのかな。行く。おとなしくしてろ。よし、作戦開始だ。まとめて相手して。面白い暮らしやがって。
どうして次に肉をそがれてえの、どいつだ。動きが私とは段違いです。まとめて相手してやる。おとなしくしてろ。あれじゃねえよ。さすがだな。あれが精鋭の戦いか。悪い。私は既存と違う視点から巨人を見ていた。空回りに終わるかもしれないけど、私はやる。上も文句は言えねえだろ。
エレン、怪我してない？ああ、平気だ。喉は渇いてない？水を汲んでこよう。いや、大丈夫だ。お腹空いてるんじゃない？私が何か取ってこよう。いい加減にしろって。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。ふざけんな、羨ましい。じゃあ、何怒ってんだ？お前は自分がいかに恵まれているのか分かってんのか？ああ？はあ？お前の方がよっぽど恵まれてんだろ。優しい母さんだっているしよ。うるさい、バカ。そんな話はしてねえだろ。ああ、気分悪い。心底ムカつく野郎だぜ。なんだあいつ、わけわかんねえ。さあ、やるぞ。戦闘開始だ。まとめて相手して連弾苦戦してやがる。俺の敵じゃ。了解です。どうする、化け物。まだ戦えるな。さっさと行け。行く。深淵弾だ。助けないと。やれ。はい。行く。助かった。どうした？
サーキモト。面白い出しやがった。まだ終わりじゃねえよ。どうしてバキモト。敵じゃねえよ。すごいな。それだけの力があるんだから、たまには巨人の捕獲を手伝ってほしいよ。世界を探検できるといいな。炎の水、氷の大地、砂の雪原。手はするなよ。私も行きます。
助かった。お前ら腹をくくれ。行く。あの巨人、危険そうだ。俺たちの勝ちだ。みんな、よく言った。よっしゃ！マルコ、本当に死んじまったんだな。僕はジャンが死刑役に向いてると思うな。弱い人の気持ちがよく理解できるし、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。マルコ、他の奴らと一緒に焼かれちまって、すぐにどれがお前の骨だかわからなくなったよ。今、何をすべきか。だから君はジャン・キルシュタインだったか。団長。もともと憲兵団志望だったと聞いた。よく恐怖に耐えてくれたな。巨人と戦うのが怖くないわけじゃありません。誰かに説得されたわけでもないです。ほう、ではなぜ。俺はただ誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされたくないだけです。トロストク奪還戦の犠牲者のことか。死んだ仲間に失望されないため。いい答えだ。じゃあ、君は勇敢な兵士だ。これからもよろしく頼む。化け物に殺されるなんて言えない。式は上々かの。やれやれ。酒が足らんわ。無事に過ごせますように。さあ、やるぞ。戦闘開始だ。おとなしくしてろ。
止めて相手。救援要請か。無視はできねえ。皆さんには私たちの安全を第一に考えていただかないと。やる。飛行士発見。行動に注意して。面白い気がしやがる。助かりました。助かりました。ありがとうございます。助かりました。礼を言います。まだ戦えるなら。さっさと行け。縁談苦戦してやがるのか。私も行きます。壁の外は地獄だ。そこには自由が。だから俺は壁の外に出ることを諦めた。まとめて相手して。面白い。嫌がって。俺の敵じゃねえよ。まとめて。皆の手本となるお働きです。誰か手を貸してくれ。おとなしくして。すまねえ、恩に着るぜ。ご無事でよかったです。
をくくれ。どうして化け物。相手がどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。戦ってこそ兵士だ。感情に任せれば早死にする。死んだ仲間のためにも。さあ、やるぞ。戦闘開始だ。救援要請、無視はできねえ。了解。やる。
やがる。やれ。敵を追い払わんか。俺の敵じゃ。ものですが、まとめて相手を。まとめて相手して。邪魔。俺の敵じゃねえよ。面白い。うまいぞ。やるじゃねえか。まとめて相手して。手なんてかよ。よく言った。おとなしくして。
まとめて相手して。手投げだよ。俺の敵じゃ。了解した。まずいな。誰か加勢してくれ。油断しちゃってたみたいだ。リヴァイ、ごめんよ。てめえ、どうせまた生け捕りを狙ってやがったんだ。こいねえな。どうすれば捕まえたかったな。助かった。は言えねえだろ。感情にま。
死んだ仲間のためにも。最後に勝利するのは俺たちだ。さあ、やるぞ。敵は味方の救出だ。しくじるな。手は出ない。救援要請。無視はできねえな。面白い奴が仕上がる。おとなしくして。行く。おとなしくして。おとなしくしてろ。邪魔だ。おとなしくしてろ。了解です。ありがとうございました。死にたくなら自制するんだ。行く。救援要請だと。こっちも余裕はねえが。次に肉をそがるテーマ、ドイツだ。
ジェラしてくれよ。邪魔だ。おとなしくやけど、どうして化けた。ジェラしてくれよ。どうだ。わかりました。やる。ありがとうございます。面白い気がしやがって。まとめて相手して。どうしてバリ。すげえな、大したもんだ。すみません、面倒をかけました。まだ戦えるなら、さっさと行け。助かった。手はするなよ。お供します。どうしてバケモン。おとなしくしてろ。上も文句は言えねえだ。死んだ仲間。おお。死んだ仲間のためにも。
さあやるぞ。ここで巨人どもを食い止める。いいな。縁談、苦戦してやがるのか。おとなしくして、どうし負けろ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。やる。最悪を想定して異常な決断だ。おとなしくしてろ。どうしたっけ。おとなしくしてろ。次に肉をそがれてやる。どいつだ。先輩たちは
あんな風に戦えるんだ。壁の外は地獄だ。そこには自由がある。だから俺は壁の外に出ることを諦める。そうだな。
めて相手危なかった。気にしないでください。壁の中と外じゃ空気が違う。そうだね。気づかなかった。腹をくくれ。
えてみてやる。ご苦労だった。おお、貴様らまだ巨人の餌にはなっていないようだな。教官、なぜここにおられるのですか？第104期の新兵どもがふぬけておらんか、この目で確かめに来たのだ。貴様はライナー・ブラウンだったな。卒業成績は良かったが、気を緩めておらんだろうな。はっ、実戦に出て一層気を引き締めております。コニー・スプリンガー、貴様はどうだ？はっ、ふぬけず励んでおります。ふん、ならいいがな。少し戦闘に慣れてきた今が一番危ないのだ。経験のない新兵が少しでも調子に乗れば真っ先に巨人に食われる。肝に銘じておけ。はいはい。皆さん、お肉を手に入れました。どう調理するのがいいですかね。サシャ、それ上官の食料庫から盗んできたやつだろ。返してこいって。教官。え、教官？教官もお肉食べません。だ、ちょっと。また貴様か。もっと巨人の。ふふふ。最後に勝利するのは俺たちだ。予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あれは調査兵団か。私はチュートン兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここはチュートン兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。
巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって巨人を引きつけましょう。その間に本体を離脱させるんです。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。おとなしくしてよ、おとなしくしてよ。救援要請か。無視はできねえ。岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで標的になる。おとなしくしろ。どうして化け物。これより俺たちの部隊は調査兵団を援護する。攻撃準備にかかれ。ダメです、ハーネス隊長。巨人が来ます。間に合いません。巨人の接近を防げ。攻撃の準備完了まで持ちこたえるぞ。巨人を引きつける。そこの砲台を利用してくれ。おとなしくしてろ。やる。救援要請か。助けに行かねえと。やる。俺の敵じゃ。お前ら腹をくくれ。
調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。準備が終わるまで耐えるんだ。俺の敵だ。巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。まとめて相手してやる。ありがとうございます。救援要請か。助けに行かねえと。嫌がな。残らず排除してやる。まとめて相手してやる。おとなしくしてやる。そろそろ本体は本位を脱出できたか。あれは集合の合図か。演壇の場所へ向かうぞ。俺の敵じゃない。獣の巨人が出現しました。間違いありません。あいつは動きが読めず厄介です。先に仕留めましょう。今を失ってしまった。お前このままじゃおとりにもなれず死ぬだけだ。そこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。わかりました。手はすぐよ。わかりました。どうぞ。行け。そして行った。撃退できた。同じ手で行くか。手はするよ。わかりました。まとめて相手してる。俺の敵じゃ。助かった。
馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。助かった。くそ、また巨人が集まってきたぞ。まさか獣の巨人が呼び寄せたってのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを減らしたら一気に奴をやる。おとなしくしてろ。ち、あの縁だ。面倒な奴が現れたみたいだな。あの巨人は神兵の手に余り、やるか。闇の巨人より少し手間取ったか。俺の敵じゃ。どうして化け物。面白い気がしやがった。獣の巨人の周囲には巨影みたいに巨人がいやがる。そいつらから倒していくか。
助かる。助かった。行く。出ます。了解です。危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返。僕も大きくなったら巨人を倒すんだ。壁の外はどんな世界。